まあ、カラーでいうとベージュ、白、アースカラー、まあ、グレー、あの黒よりも少し薄いグレーっていう、少しこうリラックス感があって綺麗なヨーロッパの休日みたいな風が結構流行ってるんですよ。南仏系な南フランスっぽいで、男の人はこうひげをこうビヤってやったりとか結構多いんですけど、まあ、それはそれで僕はいいと思うんですけど、すごいこうこれが流行ったらこっち、こっちが流行ったらこっちっていうのが日本独特だと思うんで、それがなんかもうもっと僕はこれが好きこれが好きっていうカルチャーになってったらいいなと思いますよね。まあ、ちょっと前からお店の中にコーヒーショップ入れてグリーンを入れて、でそのライフスタイルを提案していくっていうパッケージのお店がすっごい増えて、もうそればっかですよ今は。新しいお店は日本は最近ちょっと前まで本当に109だったりとかギャルファッション文化がすっごい栄えていたんですけど、それが本当に最近衰退していて、だん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 大人化しているっていう、すごい日本のファッションで言われている言葉なんですけど、みんながみんな大人化していって、ちょっと背伸びした商品だったりとか、本当に素材をいいものを使ったりとかっていう傾向が日本の全体で溢れてきているんですよ。なんで、まあ、そこが今の日本のカルチャーっていう感じですね。で、多分アメリカ海外との違いっていうのは、日本はすごい例えば、まあ、ギャルだったりとかフェミニン系だったりとかモード、あと原宿系とかっていう風にいろんなカテゴリーのファッションに分かれてるんですけど、アメリカはそういうのあまりなくて、本当にのうちのブランドがノールールズフォーファッションっていうコンセプトを持ってるんですけど、そこに本当に近いなと思っていて、海外アメリカがもうみんながみんな別にカテゴリーにとらわれずに好きなファッションをしているっていう風に今すごい感じていて、だからそこに私は共感を覚えて、まあ、将来そういう海外のファッション業界に足を入れたいなって思ってますね。思いのほかやはり日本で評価していただけるものとこちらで評価していただけるものってちょっと違うなっていう感じがしていまして、大ぶりのものの方がやはり皆さん結構見ていただいて、大ぶりでちょっとカラフルなものの方が皆さんお好きなようで、石もちょっとこうゴツゴツした感じのものを持ってきているんですけれども、小さいものよりもやはり大きいものの方が見栄えがするっていうおっしゃる方もいらっしゃいますし、あとそのラフカットなので一個一個が全部違う形になっている、そのユニークさをお好みになる方もいらっしゃるんですけれども、日本の方はやっぱりねちょっと皆さんと同じような方のものを好まれる方も多いから、なのでやっぱり違うなという感じがしました。でちょっとこう日本人の方よりもとてもこう大きな身振り手振りで褒めてくださるのですごくなんか嬉しい気分になりました。日本はなんか本当に結構20代30代の方がすごい買っていただいてるんですけど、カナダは結構年齢層問わずにどのレイヤーの層の方でもすごい、今日のファッションショーの後のすごいいろんな方からの声を聞いて、なんか皆さんすっごく良かったなって言ってくださってて、結構年齢の層のいった方も結構購入していただけるんじゃないかなと思ってます。来て間もないからわからないですけど、街並みがなんかメルボルンとかサンフランシスコとかそういうなんか海があるんだけどちょっと古い街があったり新しい街があったりっていう街で、なんかその西海岸なんだけど、その LA みたいにすごいこうラフな雰囲気の人っていうよりはもう少しこう、まあ、ファッションが好きそうな人たちがちらほらいるなとは思いましたね。おしゃれな人たちが、まあ、確実に違うなと思ったのは、日本と違うのは、まあ、レンガの街が多いですよね。ガスタウンとかで、ファッション好きそうな男の人女の人見てると大体黒系の服が多くて、で、まあ、僕らの洋服からすると、まあ、カジュアルなんで、カジュアルな服でメンズだと割とこうトップスがビッグシルエットで、でパンツがタイトな服っていうのが多くて、で女性の方は割とこう、まあ、ヨーロッパの感じの服の着こなしの人たちがなんかちらほらいるなっていう雰囲気はありますよね。やはりなんか
色が鮮やかであることと形も皆さん結構こう冒険じゃないですけれどもいろんな不思議な形のものをつけてたりする方もいらっしゃればもうなんかあの日本のこうファストファッションみたいなのをつけてらっしゃる方もいらっしゃるし結構上手にブレンドされてるなっていう気がしました。シンプルなものに一つだけ何か特別なものをついてたりとかっていうのを私がちょっとこう目指してるではないですけれどもそういう風にみんなしていったらいいのになって思う時がたまに日本とかではあったんですがそういうのを上手にされてるなっていう気がしました。バンクーバーはあの結構日本に近いなって思いました。なんかあのちょっといろんなそのバンクーバーファッションウィークのスタッフの方とかにファッションの そのトレンドとかを聞いたんですけど本当に日本ってスタイリッシュでシンプルだけどどこかみんなと違うっていうファッションが大好きなんですけどあのバンクーバーの方も同じであのシンプルだけどそこまで派手すぎないけどでも自分の個性をちょっと出しているっていうファッションがすごい流行っているってお伺いしたのですごいマッチしてるんじゃないかなと思います。でも日本人の方より露出はするのかなってちょっと思いましたね。ちょっと分かんないんですけど私も1週間ぐらいしかいないんで分かんないんですけどあと、まあ、日本人よりカラーはちょっと派手めだったりとかやっぱりちょっとなんて言うんだろう欧米じゃないですけどなんかちょっともうちょっと自分を主張したあのボディコンだったりとか日本人って本当自分の服を体型を隠したがるんでこっちの人ってやっぱり自分の体型をコンプレックスでも見せるっていうファッションがすごい素敵だなって思いましたね。私はもうヘッドトゥートゥー刺激をこういっぱい受けてとても楽しかったです。もうどうしてもねいつもこう同じような色合いや同じようなスタイルのファッションになってしまうのでもうちょっと冒険してみたいと思いました。でまたファッションといえばその日の気分を左右するほど重要と言われているのでまあその日の朝起きた時にもうちょっとこうだるいなっていう時や元気がない日はもうちょっと明るい色を取り入れたりちょっと心が弾むようなファッションを心がけてみるのもいいですね。さあ皆さんもこう一歩踏み出したちょっといつもとは違うファッションを楽しんで新たな自分を発見してみてください。